こんにちは、先日遠藤様に、コンサルティングをしていただきました。私は社会人経験も短く、ほとんどフリーターで、学生を終えてから過ごしてきました。その中で起業したいという気持ちが芽生えた時に出会ったのが遠藤様でした。知識もゼロ、経験もゼロ、ゼロに近い社会人経験ですね、なのに、私の話を真剣に聞いてくださり、また的確なアドバイスをしてくださいました。やはり起業したいと思った時に一人だけでの行動は無理だって遠藤様にお会いしてますます思いました。これからもビジネスに関することなど伺っていきたいと思います。遠藤様は本当に本当に真剣に話を聞いてくださり、的確なアドバイスをくださいます。相談して損になることは絶対ないです。もし女性の方、男性の方でも、ビジネスしたい、起業したい、ゼロからですって人でも、よかったら、遠藤様を頼りにしてみてはいかがでしょうか。私も、これから遠藤様のもとでビジネスを学ぶのがとっても楽しみです。では、失礼します。